魚のアプカルル、後にダゴンと同一視されたダゴンあるいはダガンは古代メソポタミア及び古代カナンの神マリとテルカに神殿が発見されている。聖書によって古代パレスチナにおいてペリシテ人が信奉しておりガザとアシュドッドに大きな神殿があったことが知られる。名前の由来はヒエロニムスによってヘブライ語のダグと誤って関連せしめられ下半身が 虚形の渡積みと考えられた。ダゴンという語の本当の由来は、麦と言われ大地の法上と関係の深い神とされる。父親はいる。伝承によっては、バールの父とされる。旧約聖書の中では、イスラエル人と敵対したペリシテ人の崇拝した神と悪心扱いされたが、これは何もダゴンに限らず、多くの神が悪魔に落とされている。古い神が次第に、 悪魔や怪物と貶められることは、神話の世界では常にあることであり、もともとダゴンは邪悪な神ではなかったはずだが、ユダヤ教で悪神とされ、ユダヤ教から発生したキリスト教でも、同様の扱いを受けたことから悪神として定着した。その名は、ウガリット語では DGN、アッカド語ではダガナと記録されている。ウガリット語の DGN の由来も穀物を意味する。 ヘブライ語の、ダーガーン、ヘブライ語、DGN は、穀物を表す古語である。ビューブロスのフィロンによると、フェニキアの著述家サンキュニアトンは、ダゴンを、穀物という言葉で表している。サンキュニアトンはさらに、そして、ダゴンは、穀物と好きとを見出してより、ゼウス・アロトリオスと呼ばれたと説明している。アロトリオスは、好きのものあるいは、農業に関わるを意味する。 ダゴンの名を、ヘブライ語の、魚と結びつける説は、旧約聖書のサムエル記にのみ基づいている。ダゴン神が現存する記録で最初に見られるのは、およそ紀元前25世紀のマリー遺跡の碑文とアムル人の名である。イル、ダガン、アダドが特によく見られる名である。エブラでは、少なくとも、前2300年頃、ダガンはおよそ200を数える、町の神々の頂点に立ち、 ベディンギルディンギル、ベカラム、ティーコールルマティム、ベカナイコールナなどの称号を持っていた。また、多くのマチマチトゥットゥル、イリム、マイコールネ、ザラド、ウッグワシュ、シュワド、シピシュの種とも呼ばれた。彼のハイグ神は、ベラトゥとしてのみ知られている。この二神は、より、エイコールムルと呼ばれる、大きな神殿であがめられた。エブラの一角と門の一つはダガンより、名が取られた。 ダガンは、シュメールの初期の文章で、時折言及されているが、後に、バビロニア時代の碑文では結出した存在となり、強力で戦闘的な守護神とされ、延期と同一視されることもあった。当時のダガンの妻はいくつかの出典から、シャラであるとされると同一とされることがあった。他の文書によると、妻はイシャラである。杉の山へのナラムシンの遠征について記した碑文には、 ナラムシンは、アルマンとイブラをほふった、彼の王国を兄弟にするダガン人の獲物によってと、ある。また、ハンムラ病はその法典の序文で、自分を、己の創造者、ダガンの勇気により、ユーフラテス側の村々を支配する者と呼んでいる。ダガンへの初期の言及で興味深いものは、紀元前18世紀、マリの管理にしてな、フルの統治者であるイトルアスデュがジムリーリム王に当てた。 手紙にある。これは、釈迦から来た男の夢に、ダガンが現れたというものである。夢の中でダガンは、ジムリリム王が闇人の王を征服できなかったのは、テルカのダガンに、彼の行為を告げなかったためだと述べる。ダガンは、ジムリリムが、そのようにすれば、我は、闇人の王たちを、漁師の櫛に刺して焼き、何時の前に横たえるだろうと約束している。 前線3 0 0年頃のウガリットでは、ダゴンは大きな神殿を持ち、父なる神エールやバールサパンに次いで第三の地位にあった。ジョセフ・フォンテンローズは、彼らの深い起源に関わらず、ウガリットにおいては、ダゴンはエールと同一視されることがあったと論証した。これによって、ウガリットに大きな神殿を持つダガンがラスシャ村で発掘された粘土版文書では無視され、 わずかに、ハダド神の父として言及されるだけである理由、エールの娘、アナドが、バールの妹であること、エールの神殿がウガリットから発見されていない理由について説明している。ダゴンは、エールとアーシラトの七十の子の一人であり、後にハダドの父となったと思われる。ダガンは、メソポタミアの王の名に用いられることがあった。一心王朝では、一頻ダガンと一種目ダガンの二王。 後のアッシリアでは、一種目、ダガン一世と一種目ダガン二世がいる。紀元前9世紀のアッシリア王アッシュール・ナツィルパール二世の石碑は彼があのトダガンに愛されていると述べている。あるアッシリアの死では、ダガンはネルガル及びミシャルと共に死者の裁き手として登場する。後のバビロニアの文章では、明快でエンメシャラの七人の子の監視となっている。フェニキアでは、 シドンのエシムガザル王の棺に刻まれた碑文に、我らの成した大技によって、蝶の主は我らに、シャロン平野にあるダゴンの強大な土地、ドルとヨッパをもたらしたとある。サンキュニアトンは、ダゴンを、クロノスの兄弟であり、共に天空と大地の子であるとしており、また、肌戸のジップではないという。肌戸は、天空が息子であるエールに去勢される前に愛人に、 はらませた子であり、身ごもった愛人はダゴンに与えられたという。したがって、この話でのダゴンは、ハダドのイボアニであり、養父ということになる。東ローマ帝国のエティモロギクムマグヌムは、ダゴンをフェニキアのクロノスであると記している。旧約聖書では、ダゴンはもっぱらペリシテ人の神として記され、その神殿はアシェル族の土地となったベトダゴンにあった。また、 詩式十16章によると、ガジャにも神殿があり、シシ・サムソンを捕らえた、ペリシテ人は、ダゴンに生贄を捧げ、ダゴンの神殿で、サムソンを見せ物にした。しかし、サムソンは力を取り戻し、中心の2本の柱を引き倒すことで神殿を、崩落させ、3000人のペリシテ人と共に死んだことが、書かれている。他には、サムエル記護章2から7節及び、 マカバ駅10章83節と11章4節に、あるアシュドドの神殿がある。サウル王の首は、ダゴンの神殿にさらされた。ユダ族の地にも、もう一つ、ベトダゴンという土地がある。一世紀のユダヤの鹿フラムユス・ヨセフスは、エリコにダゴンという地があったと述べている。聖ヒエロニムスは、ディオスポリスとヤムニアの間にあったカフェルダゴについて、述べている。ナーブルス南東のベートデジャンもある。 サムエル記上、第五章に記述された内容によれば、ペリシテ人はイスラエルと戦い、勝利して契約の箱を奪った時、アシュドドのダゴンの神殿にこれを奉納した。翌朝、アシュドドの人々はダゴンの像が契約の箱の前にうつ伏せに倒れているのを発見した。彼らは像を起こしたが、さらに翌朝、再びダゴンの像が箱の前にうつ伏せに倒れているのを発見した。 さらに、その頭と両手は切り取られて、ミプターンに置かれていた。その後、ペリシテ人は薬病に悩まされたため、賠償をつけて、契約の箱をイスラエルに返したとされる。以後、祭祀も誰も、今日に至るまでアシュドドのダゴンのミプターンを踏まないと、続けられている。ゼファニア書一章九節にある、四を飛び越える者は、この習慣を守り続けていた、ペリシテ人を指すとも考えられる。 400年頃のガザの死境、ポルフュリオスの自伝には、マルナスに由来すると思われると呼ばれる、ガザの大御神について述べられている。雨と穀物の神とされ、飢饉に対するために祈られる神である。ガザのマルナは、ハドリアヌス時代の貨幣にも見られ、クレタのゼウスと同一視された。マルナスは、ヘレニズム文化の中で表されたダゴンだと考えられる。その神殿。 マルネオンは402年、ポルフュリオスの訴えで実現した、異教団圧によって焼き払われ、聖域の石畳に踏み入ることは禁じられた。エチオピア聖教会の聖書に含まれる、メカビアン書1には、4世紀までダゴンを崇める教団が存在したと述べられている。近世では、ミルトンの失楽園において、海の怪物とされ、悪魔の一人に数えられている。 ここではすでにダゴンは上半身が魚の半魚半人の姿を持つものとされる。コランド・プランシーの地獄の実典においては地獄のパンの製造と管理を司るパン管理長の座についているとされる。ダゴンの語源を魚とする説は19世紀から20世紀初期の学会で受け入れられていた。この説はさらにアッシリアやフェニキアの人魚像や ベロッソスの述べているバビロニアのハンギョ神をアンネスとも結びついた。この説に最初に疑義を呈したのはハルトムート・シュメッケルである。ダゴンは魚神ではなく沿岸部のカナン人の言葉で魚を意味するダグに影響されたものだと唱えた。一方でフォンテンドーズはベロッソスの述べる半人半魚ハンギョのオダコンがおそらくダゴンの変化した姿であろうと唱えた。ダグが 魚であるという説は、11世紀フランスのユダヤ人聖書注釈者らしが唱えた説である。13世紀フランスのユダヤ人聖書学者、ダビド・キムヒは、サムエル・キの胴体だけが残されていたという箇所を、魚の形だけ残されていたと解釈し、ダゴンは、へそから下が魚の姿であり、へそから上が人間の姿だった。 その彼の両手が切り取られていたと言われていると付け加えた。七十人役聖書でのサムエル記上5章2から7節では、ダゴンの像の両手と頭が破壊されたと書かれている。クトゥルフ神話のダゴンクトゥルフ神話で、ダゴンが取り入れられたのは、ハワード・フィリップス・ラブクラフトが巨大な半魚人の登場する短編小説、ダゴンを執筆した1917年からである。 作中でナゴンと目される海底巨人は手足に水かきを持ち突き出すため分厚くたるんだ唇を持ちながら全体の輪郭は忌まわしいほど人間に酷似している。またモノリスに図や文字を刻み知性を持っていることがほのめかされる。その後インスマウスの影において荒廃した港町インスマスを占拠した反魚人族深き者どもとその血筋を引く根血たちが ダゴン秘密教団を結成し、父なるダゴンと母なるヒュドラを崇拝しているという設定がなされた。深き者どもは、ダゴンとヒュドラの末裔だと説かれていることが、ほのめかされている。TRPG、クトゥルフの呼び声では、不死である、深き者どもが、数百万年の年を経て強大に成長したもので、あると設定されている。インスマウスの影作中ではまた、 大いなるクトゥルフとの関係も言及されていることから、ラブクラフトも、深き者どもと共に、クトゥルフに仕える存在として、ダゴンを位置づけていたようである。その設定は、後続作品で、さらに強調され、ダゴンは、深き者どもの長老、指導者兼、旧支配者クトゥルフに仕える従者として位置づけられた。クトゥルフ神話での知名度が、最も高い邪神の一つに数えられ、 しばしば配偶者ヒュドラと共に登場する。ありがとうございます。